306ページ、社会運動の発生。1。工場製工業が没効するにつれて、賃金労働者が増加してきた。当時の工場労働者の大半は、繊維産業が占めており、その大部分は女性であった。1900年には、工場労働者総数約39万人のうち、繊維産業が約24万人と、ほぼ6割を占め、 その88%が女性であった。女工、または公女と呼ばれた女性労働者の多くは、苦しい家計を助けるために、出稼ぎに来た誤作の家などの子女たちで、賃金前借りや寄宿者制度で工場に縛り付けられ、劣悪な労働環境の下欧米よりはるかに低い賃金で、長時間の労働に従事していた。防災企業では 二交代制の昼夜業が行われ、製糸業では、労働時間が約15時間、時には18時間に及ぶこともあった。重工業の男性塾連工の数は少なく、工場以外では、鉱山業や運輸業で、多数の男性労働者が働いていた。産業革命期の労働者が置かれた悲惨な状態については、雑誌「日本人が」 暴動が起こった高島炭鉱の労働者の惨状を報道して大きな反響を呼んだほか東京の貧民や低賃金労働者の生活事情を調査した横山玄之介の日本の仮想社会や農省無省編纂の工場労働者の実態調査書職工事情に記されているまた遠方から出稼ぎのため 製紙工場で働いていた元女行に聞き取り調査した山本茂美の「ああの麦峠」。紡績工場での労働体験に基づいた女行の過酷な実情を著述した細井脇蔵の「女行愛碑」がある。